聖書人になりたい、丹野和彦とヒロミです。またイ福音書を最初から見ていきます。いきなり形図から始まりますよね。うん。新約聖書を読もうとしてページを開くと、カタカナの名前ばっかりで、えと思う箇所ですよね。少し旧約聖書に慣れていると、知ってる名前が出てきますよね。うん。そしてもう少し知っていると、あ女性が出てくると気がつきますよね。たまる。 ラハブ、ルツ、ウリアの妻ですね。ウリアの妻っていうのはバテシェバのことで、ウリアはヘテ人で、違法人なんですけども、ダビデの勇士でした。タマルもラハブもルツも、みんな違法人ですよね。うん。そしてその系図がなぜか14代で区切られています。アブラハムからダビデまでが全部で14代。ダビデからバビロン補修までが14代。 バビロン補修からキリストまでが14代となるこの経図には全ての人が書かれているわけじゃなくて14代という言い方は象徴的な書き方のようですこの経図はアダムからではなくてアブラハムから始まっていますアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの経図から始まりますねうん創世紀の最初に天と地を創造された時の経緯である これはアダムの経図である。これはノアの経図である。というような言い方で文章が始まっていますけれども、このマタイ福音書も新しい創造を表すかのように、このイエス・キリストの経図という言い方で始まっています。経図の出だしや14台ずつの区分の言い方でも、アブラハムとタビで、その2人の人物が大きな流れを見る鍵になっていますよね。うん。アブラハムと ダビデには特別に神様が約束を与えてくださいました。その二つの大切な約束に基づいた系図なんですね。うん。神様はアブラハムを選び出して、あなたを大いなる国民とし、あなたの名を大いなるものとすると約束してくださいました。アブラハムは多くの国民の父となって、約束の地を与えられると契約を結んでくださいましたね。うん。アブラハムの子孫。 イサク、ヤコブ、ヤコブの12人の子供たち、そしてそのイスラエルの民がモーセの時代に大きな国民になっていて、アブラハムに約束されてから430年後にエジプトから連れ出されました。その後40年アラノをさまよったんですよね。うん。そしてカナンに入って30年間戦ってカナンの地を征服します。 それがヨシュア紀の終わりです。430年と40年と30年を足すと500年です。そして約束の地を導いていたヨシュアが死んで獅子の時代に変わってサムエルの時代になってイスラエルの民に王が与えられました。最初はサウルでしたね。うん。そのサウルが退けられてユダヤ人の王として選ばれたのがダビデです。 モーセの時代からダビデの時代まで神様の家はずっと天幕だったんですよね。うん。それでダビデは神様の家を建てたい。神殿を建てる志を与えられて神様に願い求めました。その願いへの答えとして与えられたのがダビデへの約束ですね。うん。神様の家を建てたいというダビデの願いに応えて、いや、あなたの家を建てる。あなたの子がその王国を確立する。 そしてその子が私の名のために家を建てる。そしてその王座はとこしえまでも固く建てられる。ダビデの王国と王座がとこしえに続くという約束でしたね。うん。そしてダビデの子、ソロモンが神殿を建てました。エジプトを出て480年目に建て始めたんですね。うん。それから神殿を7年で建てて、宮殿を13年かかって建て終えました。480年と、 7年と13年でまた500年ですね。うん。残念ながら、その約束の神殿が建てられたのに、民は神様から離れてしまって、最終的にバビロンに補修になります。そのバビロンに補修になっている時に、ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの後輩が終わるまでの年数が70年であることを悟ったんですね。うん。 この70年という数字を加えるとソロモンが神殿を建て上げてからバビロンから連れ出されるまでの期間が490年になりますそしてダニエルはその70年が満ちるということを知って祈りを捧げましたその祈りに答えてくださった神様の答えは70週の約束でしたあなたの民とあなたの聖なる都について70週が定められている。 それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、戸賀のなだめを行い、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、死生女に油注ぎを行うためである。七十週というのは、週が七を表してますので、七十周年、七十かける七で、四百九十年です。また、四百九十年ですね。うん。 アブラハムからダビデまでがざっと500年ずつ。そしてダビデからバビロン補修までが490年。バビロン補修からキリストまでが490年。なぜか500年、490年という数字が出てきます。その秘密はレビキに書かれていますね。うん。25章に書かれている安息年とヨベルの年の教えです。神様は 7日間で想像したように、7日、7週、7ヶ月、7年、そして7年が7回の49年。安息、平和、祝福を民に与えようとする。それが7という数字で表されています。7年ごとの安息年は、負債が許されたり、奴隷が自由になったり、民に安息が戻ることを命じる教えですね。うん。その安息年が7回。 完全に自由になる。その恵みを表すのが50年目のヨベルの年です。残念ながら、ソロモンが神殿を建ててから、その安息年を一度も守りませんでした。うん。神様は同じレビキの中で、その命令を守らないならば、町が廃墟となって、聖女が荒らされて、民は敵の国に連れて行かれる。そしてその間、 約束の地が安息を取り戻すその約束の通りに、イスラエルの地が安息を取り戻すために、その守らなかった年の合計の70年が、バビロンに連れて行かれた年数でしたね。うん。この安息をもたらす490年、500年という大きな流れが、このマタイ福音書の系図の14代の区分となっています。14という数字を聞いたら、 7の2倍と考えますよね。うん。7代が6回続いて、最後の7代目。いよいよ天の御国が完成する時が来たということを、この経図は表しているようです。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。